第100億円突破おめでとう。カレーリピーター続出。カレーカレー普通のカレーです。うまいやーカレーの完全飯カレー飯。まんままんま。カレー飯と完全飯。白い飯より辛い飯食いてえな。我が名はホムラ飯。日清食品随一にして辛うまを司るカップご飯。やがて食品業界を制するもの。それはさすがに言い過ぎだろ。エクスプロージョン。豪華で沸かした清水を注ぎ、来たれ辛うまの化身。お湯かけるだけなのにうまいわけなくない。ホムラ飯辛うまユッケジャンはコチュジャンと牛の旨味に三種の唐辛子が炸裂。このほとばしる辛うまさ、もうホムラ飯しか愛せません。この素晴らしいホムラ飯に爆炎を。一日一ホムラ飯。辛くてうまい。これください。注げお湯、垂らせオイル、ホムラ飯エクスプローダン。日清のホムラ飯キャンペーンに刮目せよ。シュワシュワジョッキなどが当たる。日清ジャン。卒業生12万人、ヨアニは作り手の未来を作ってきた。僕もみんなが作品を自由に作れる未来を作りたい。始動45周年プロジェクト、ここからだ。僕も君も代々木アニメーション学院。この世界には変えられないものがたくさんある。だけど自分の想像したもので人の心は変えられる。代々木アニメーション学院オープンキャンパス開催中。問題です。十六茶は何で美味しいんでしょうか。いきなり厳選された16種類の深い味わいと香りが口いっぱいに広がったと思いきや、香ばしいのにスッキリとした味わいだからじゃない。すごっ、さすがばあちゃん。いいものいっぱい、こだわりいっぱい、ニュー十六茶。あ、美味しい。うん、十六素材が効いてるね。長年こだわり続けてますから。で、おばあちゃん何者ですか。十六種類で十六茶。朝日飲料。ねえ、私知ってるんだからね、あなたが全然十六茶を飲んでくれてないってこと。隠したってダメだから。そんなのお見通しです。はあ、週一とかでいいから飲んでほしいな。十六茶がいいものいっぱい、こだわりいっぱいってことがわかるから。アサヒ飲料。史上最高の夢ピリカなんて CM で言えるの？ CM ではっきりは言えないです。じゃあ 5% 増量は？それははっきりと言えます。 5% 増量中とかやらせたいんでしょ、はい、夢ピリカ 5% 増量中、うん、ミスタードーナツ。君とだけドーナツ。周年の感謝を込めて美味しいサプライズを次々と。今年のミスドはわっ。おはよう。おかえり。ウェルナでおかえり。ウェルナ、あった。あったかな。ウェルナ。日清製粉ウェルナ。あ、監督。そう、すごかったんだぞ、カズオは。足は速いわ。ホームランは打つわ。守備はかっこいいわ。推しだったんだ。推しなんてもんじゃないな。横から見るパパは、なんだか友達みたいだった。家族の知らない顔に出会えるベル曜日、4月18日は東京ドームでも。イエイ。ついにやってくるわ、新学年が。落ち着いて、トライなら一人一人に合わせたマンツーマン授業でこれまでの完璧復習と新学期の完璧予習が実現できるの。そんなのできっこないよ。いいえ、できるの。バージョンアップした AI 教材と特製教材ももらえるんだから。トライならまだ間に合うのか。さらに今なら授業料2ヶ月分無料です。さあ始まるわ。春の新年度スタートダッシュキャンペーン、締め切り間近。私のメイクルーティーンお見せします。まずベースメイクから、アイブロウ、アイシャドウ、リップ、そしてマスカラ。ここでは念じることが大事です。あなたは産毛じゃなくてまつげなの。あなたはまつげ。
ほら、産毛じゃなくてまつ毛って言ってるでしょ。産毛って顔などに生えているごく柔らかい薄毛、またそのようなもの。あなたは違う、まつ毛でしょね。ヒロインメイクのマイクロマスカラは産毛もまつ毛になるマスカラだから、ほら見て、産毛もまつ毛に。これがマイカのマイクロマスカラ。シーブリーズ、よし、ちょっと行こう。え、よし、もう一回やってみるか。とことん付き合うよ。ナイスショット。よし、帰るか。まだまだこれからでしょ、青春は。汗の地、晴れ、爽快、サラサラ、いい香り、シーブリーズ。誕生、泥のヘッドスパシャンプー。皮脂汚れを吸着し、毛先まで保湿。美しい髪は、地肌から生まれる。新、ドロアス。詰まるところ泥がいい。うわ、早速さ、 UFO 食べたやろ。違うわよ、これ私の香水。いや、どこのブランドが早速フレグランスだぜ。正直に言えよ。確かに売り上げナンバーワンの UFO は魅力的、でも食べてない。いや、目バキバキや。ソース欲求ほとばしってるや。違うの、ヤバい組織に落とされて食べただけなの。どこの組織。日清こわ、特定うまいから売り上げナンバーワン、日清やさば UFO。 不安もある、でもどこまで行けるかって期待の方が大きい。1日15分の成長習慣、動く春に日経電子版。長く愛されるわけは変わり続けること。さらにしっとり、さらに柔らか、絹つやです。こだわりの食べ方を覚えていてくれた。カリカリ、あの朝のエールを今も思い出す。だから絹つや、日料生まれ、北海道育ち、絹つやです。プチッとうどんに明太子が出た場合、プチッとうどんのつぶつぶ明太子、プチッとうどんに明太子が出た場合、プチッとうどんに明太子出ました。エバラ、こんな日が来るなんて早いわね。いつもと同じ毎日。あ、すいません、始めてください。ありがとうでも誰かにとってはかけがえのない一日。ありがとう。あなたがくれる優しさや思いやりが、その一日を守ってくれる。いつもの時間、ありがとうございます。いつもの場所へ。今日も誰かの大切な一日を乗せて。スーパーヒラパー兄さんで、おま。愛する地元の遊園地のために、やりきり続けたこの10年、園長としてできることって何だろう。あんなことやこんなこと、いろいろやってきたな。こうして振り返ってみて、一つ気づいたことがあります。何やらされてんねん俺。出陣じゃ。まだまだやるね。ヒラパー